はい、こんにちは、ひまじん27号です。ハロウィンイベント始まりましたね。ちょっと動画を撮るのが遅くなっちゃったんですけれども、ハロウィンイベント動画撮っていこうと思います。そしてなんとここの動画で言っちゃいますが、有名なエイドリアンさんとですね、先ほどまでボイスチャットをやっておりました。もうね、なんと言いますか、通訳にですね、オーシャンさんと百式さんがついてきてくれたんですけれども、もうまあなんというかね、申し訳ないですね。なんでエイドリアンさんと。ボイスチャットやることになったのかをちょっとやりながら、説明いたしましょう。なぜエイドリアンさんと、ボイチャーをすることになったのかと言いますとですね、なんとですね、エイドリアンさんの方からですね、私との方にですね、まあ、エイドリアンさんからと言いますか、エイドリアンさんが百式さんに言ったのかな、コラボをしたいみたいな、なんかいろんな国の人と動画のコラボをして、こうワーキングボーロボットは世界の人とできますよみたいなのをアピールしたいみたいな感じの動画を作りたいみたいなことで、お誘いが来ましてね。で、まあボイスチャットアプリをダウンロードして、やったんですよ。初めての国際交流でしたね。で、通訳にオーシャンさんと百式さんがついてきてくれたんですけれども、もうね、何が何だかでしたね。とりあえずだけどみたいな。で、まあハロウィンイベントの動画を撮ってくれと頼まれたので、早速、撮りたいと思います。そしてこちら今見えるのがゴーストですね。ゴーストをスクショして、確かワーキングロボット公式アカウントのツイッターかな、なんかわかんないんですけども、送るとなんかあるみたいなのがありますね。で、あとはあれですね、ゲームの音が大きい、まあ、いや、先ほどのね、最初の画面ですね、なんか箱のね、箱があったじゃないですか。なんていうんだろう、もうとりあえず今はね、興奮がね、耐えられない状況でございます。本当にね、エイドリアンさんとね、ボイチャをしていたっていうのは、ほとんど危機戦だったんですけども、まさかまさか、ですね、まあ、とりあえずこの一戦は終わらせましょう。パンプキンを集めて、パンプキンでガチャを回す。パンプキンはどうやったらもらえるのかというと、戦うともらえるんですけども、スコアがですね、関係してまして、スコア1位の人にパンプキン5個、2位の人に4個、3位に3個で、あとは2個だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、パンプキンを集めてパンプキンでガチャを回すんですよね。ガチャの中身は、後々、発表するとして、いやーね、それで何が嬉しかったかって、ね、日本で有名なのが私だって、多分一番有名っていうわけじゃなくて、何人かいる中でみたいな感じだと思うんですけども、嬉しかったですね、まさか、
ッキングボールロボットってすごいですねって思いました。あ、落ちた、ごめんなさい。じゃあ説明をし直しましょうか。ハロウィンイベント始まりました。何が違うかと、まずこの左のかぼちゃマークタップしてみましょう。こっち、これが、ガチャですね。戦闘に参加してかぼちゃを獲得し、かぼちゃを使って宝箱をかけてってありますけども、かぼちゃがもらえます。そしてかぼちゃは買えます。で、1回回すのにかぼちゃ10個必要なんですけども、まあ野良でも分隊でもいいので、戦いに行くとスコアがによってですね、カボチャがもらえます。で、負けてもカボチャはもらえるんで、スコアをねひたすら上げま、ね、取りましょうということですね。じゃあ試しに1回宝箱を回してみましょう。宝箱を開けるって、あと10と60があるんですけども、この右側の6を開けるの方はカボチャをいっぱい貯めれば貯めるほど、6、7、8と増えます。だから今持ってるカボチャを全部使って、宝箱を開けるという感じでしょうかね。で、今私は60個あるので、まあ、6回開けられるよということですね。じゃあ宝箱を1回開けてみましょう。10使って開けます。ポチ。さあ、ドゥルル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 となりまして、いろいろ商品がある中からランダムに商品がもらえる。残念、金5ですね。まあいっぱいある中金5なんですけども、残念ですね。まあという感じでガチャを回せる。ちょっともう一回やってみましょう。これ面白いですね。で、商品が多分一番高いのが金5000かな。そんで、お、グリフィン機体が当たった。お、やった。機体のね、あの当たる確率がかなり低いらしいんですよね。ちょっとスクショしちゃうかな、こっち。はい、ラッキーですね。そんなことないのかな。そしてね、ランスロットもなんと当たるんですよ。からハットライノ、おお、ランスロット止まるか、残念。まあ、フューリーも当たるんですね。すごいですね。で、まとめて開けるとどうなるか。トゥク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 、あー、なるほど。トゥントゥン、で、最後だけ止まると。おー、なるほど、こういう感じですね。はい、まあ、なのでいっぱいねパンプキン集めて、いっぱい回せばいろんな商品がもらえると。ではもう一回バトルに行きましょう。いやー、まさかエイドリアンさんね、そういうお声がかかるとは思いませんでしたね。すごいですね。さて、やっていきましょう。場所はキャニオンですね。で、ノラで行くと、ゴーストが出るらしいんですね。先ほどの分隊で行くと出ないのかな。ノラでしか出ないらしいですね。まあゴーストはね、あんまりいいかなって感じ。おお、2人封刃、これをスクショする、それを送るらしいですね。ゴースト倒せたのかな。最近ちょっと立ち回りが見えない。お、コバットちゃんさんだ。よし、いやー、まさかね、オーシャンさんがね、あの通訳をしてくれると思ってませんでしたね。ありがたいですね。百式さんもね、まだいたんですよ。もうね、何も喋れなかったですね。私は暇人ですとも言えなかったですよ。なんか恥ずかしいぐらい喋れなかった。
いや、キャニオンなし、トライデント行っちゃおう。あ、やっぱり封じのアンサイルはちょっとあれですね、強いですね。バラバラで撃たないと。封じをやっつけました。ちょっとフリーズしてる方がいるんで一人少ない感じですけど、考えるんでもう前線は大丈夫でしょう。わあ、ライノ硬いですね。ああ、落としきれなかったか。こずってますね。突きに変えようかな。よし、多分真ん中取ったでしょこれで。あとはどうしようかな。と月に変えていくか、カーネージさん欲しいですか。もうちょっとこの辺で様子見守るか。まあちょっと勝ちたいんでね。でもいっか、パンプキンがどうやってもらえるかだけ見れればいいから勝つ必要ないか。あ、半分も削られちゃいましたね。あー、行く前にやられちゃう。あー、最悪だ。なんてこった。あー、やられた。なんてこった。どうしよう、グリーと。あー、どうしようかな。ちょっと作戦失敗だったな。右側の右側に行こうかな。あー、厳しいな。左側のカーネージとグリフィンをこちらの2人の方で攻略できれば勝てるんですけど、いいと思うんですが、
体落としたかったですけど、まあいいか。さっきのね、無駄死にグリフィンに比べれば、そのコスはこのオルピナグリフィンだけですね。かなり劣勢ですけども、しょうがない。でもう一つ言うと、アプリ落ちとか途中抜けはもらえないんですよね。かぼちゃが。で、機体全部なくなっちゃって、バトルから引くでも多分もらえないんですよ。これでバトルから引くでも確かにもらえなかった気がします。ちゃんとね、最後まで見ないとダメだし。かなり劣勢です。なぜ敵に背を向けるか。6対2対6は厳しいですこの人。絶対落ちてる。微動だにしない。ほんで嬉しいことに、負けてもカボチャがもらえるんですね。はい、で負けました。でリザルト画面に行きますよね。そうすると負けててもかぼちゃがもらえるんですね。かぼちゃがもらえるんです。かぼちゃ、あれロード長いですね。あらうそん、どうすれば見れるんだろう。あらひどい。まあでもほら2位もらえてるますね。あーんだ、見れなかった。負けてもかぼちゃはもらえるということですね。まあな、順位がどれぐらい見れるかね、ちょっと気になるところですけど、まあしょうがない。ちょっとコバトちゃんさんを呼んでみましょう。それで分隊でいくと、確かね、分隊ボーナスがね、今のねハロウィンイベント中はねもらえるはずです。あ、来ましたね。では行きましょう。ちょっと勝ちたいですね。勝ってリザルト画面を見たいですね。はい、よろしくお願いします。場所はパワープラントです。最近調子が悪い。三カネを導入してから調子悪いですね。三カネがね、使いこなせなさすぎてちょっとね悲しいですね。さあ場所は悪くないですね。さあ、コバトちゃんさんと、お、ナターシャライダーさんがいますね。これはありがたい。心強いですね。揃ってますね。特に問題ないでしょう。
ジャンプするタイミングが全く一緒だった。欲を言うなら奥のトラピン、トライデントフューリーですか、あれを壊したい。ゴーストいましたね。ノラじゃなくてもゴーストが出るみたいですね。あーダメだったな。トライデントフューリーさん3カネ出してみましょうか。3カネ全然使いこなせないですよ。使いこなしたい。右側制圧されそうです。なぜ行かないんだろう。出待ちしてんのかな。ちょっとマノライン落ちたか。あーダメかー、くそー、残念。右側はナターシャライターさんかなに任せて、やっぱり左側制圧したいですね。あそこを制するものはパワープラントを制するって感じでしょうかね。いや短期で取っちゃダメだ。おおすごい、行きますか。あとはちょっとあその辺の、うわあいいか、いい勝負ですな。一発当てられなかった。これはなかなか大丈夫ですね。あーコバトチャンス、やってしまった、やってしまったぞ。やばい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 、トラフューしか残ってない。
すぎる。ジェラートさんすごいな。液体なんだ、ないのかな。うわ、落としきれないか。ひどいな。あーダメか、くそー。でまあ負けたとしてもですよ、はい、こういう感じでパンプキンはもらえる。上から 5,4,3 で残りが2か。なるほどね。いやー全然ダメだったな。もう一回ぐらいいきますかね。次で動画は終わりにしましょうか。雪山です。雪山か、どうしようかな。ちょっと三カネ抜き、やっぱ抜きたいな。いやでも三カネの練習をしたい。三カネうまくいくとね、強いんでね、うまくいけばなんですけど。さあ味方は大丈夫そうですね。さん取りに行ってくれるかな。ちょっと見てようかな。あそこで止まったら取りに行ってくれない。取りに行ってくれなさそうですね。取りに行きましょうか。お、ゴースト。ピクソニックですよね、この会社。ピクソニックさんがエイドリアンさんに依頼をしてるのかな、そういう動画を作るのを。どうなんだろう。なんかね、すごい、なんかすごい。とりあえず一つ言えるのは、全く会話についていけなくて、途中なんかもう最後の方はオーシャンさんとエイドリアンさんだけの会話みたいな。なっちゃってたんで、なんか置いてけぼり感があったかな。ああ落としきれなかった。結構削った気がします。どうだ。おお、ランスロットだ。倒せないよね。スクショするしかない。
後方支援がかなり多分反応してると思うので、対グリフィンなら余裕で通用する火力だと思います。と思ったけど全然グリフィン落としてくれてないのか。感じですね。トラッピングリか。トラッピングリ大好きですね、皆さん。そんな今日は突撃。ああ。やられてしまった。いやー、そろそろトライデントで籠城作戦来たかな。あー来ちゃったか。突撃しない方が良かったかな。お、トラピンないのが後方支援でいますね。じゃあここは私とロバトちゃんさんで攻め落としたいところですが、無理かな。トラフィー来てますね。おお、ランスロだ。やばい、ちょっとライノの突撃後悔ですね。開いてくれればいいんですか。いいとこ立ちますな。
すごいな。坂の手前に皆さん集まっております。残念。ちょっと分隊組むとね、ゴールドボーナスがね、多分もらえるんですよね。右側の方たちはそうですね、もらってますね。3金もらってますね。まあ、という感じですね。ハロウィン、こんな感じです。じゃあもう一回回してみましょう。ポチ。さあ、何が出るかな。もう一個、そこはいいかもしれない。今銀がね不足してるんで。はい、という感じです。ハロウィンイベント残り7日、1週間しかありませんが、いっぱいやって、いっぱいかぼちゃを集めて、ガチャをいっぱい回してね、いろんな期待を。グリフィンありがたいな。オールグリ編成いけますね。ではこの辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では。